わしは才あるものを重用する。今後の活躍に期待しているぞ。承知つかまつる。オイラたちやられちまうのかな。こたびはこの方針でいきたい。こちらをどうかお役立てくだされ。礼を言う。昇進おめでとうございます。お祝いとして贈り物を用意しました。礼を言う。あなたでしたか。いい機会です。軍略について語らいませんか。できぬ相談じゃ。意味なる料理を皆で味わう、それが一番の幸せなのかもしれません。
皆さん楽しんでくれてるといいな。風に当たりたくなって。役立てください。礼を言う。我が知略はそなたに貸そう。旗を挙げ天下を狙ってみぬか。できぬ相談じゃ。がどうとかうるさいわね。そんなもの誰かから奪い取ればいいのよ。
志は託せぬ。わらは自ら兵を挙げるのじゃ。世は乱れ、ならず者どもがはびこっておる。今こそ立つのじゃ。食べるのじゃ。遠慮はいらぬぞ。の方針はこうじゃな。なる料理を皆で味わう、それが一番の幸せなのかもしれません。わかりました。今だけは戦いを忘れて楽しみましょう。風に当たりたくなってきたな。後で馬を出して遠乗りに行こう。杯を交わすと様々なことを思い出すな。わかりました。わかりました。は。戦も策もこの一時は忘れるとしようか。
前々から伝えたいと思っていたのだが、俺はあなたに心を奪われている。どうか俺の手綱を取り、末永く乗りこなしてくれると嬉しい。先日の話じゃが、断りたい。そなたをそのようには見られんのじゃ。今日からわらわとそなたは一心同体、何があっても助け合うのじゃ。必ずやこの乱世を生き抜こう。また二人揃ってこの地に立つために。我が知略にやってやるぜ。どうした、遠慮なんかしてんじゃねえ。もっと飲め飲め。そなたを失うのは惜しい。わらわについてまいれ。期待は裏切らねえつもりなんで、今日からよろしく頼んますぜ。我が知略にかけて。ふん、戦も策もこの一時は忘れるとしようか。そなたを失うのは惜しい。わらわについてまいれ。お招きいただき感謝します。我が知略にご期待ください。上々の結果だ。この思い、もはや止められぬ。関雲長、そなたに心奪われ申した。どうか我が妻となっていただきたい。
先日の話じゃが、断りたい。そなたをそのようには見られんのじゃ。戦も策もこの一時は忘れるとしようか。どうした、遠慮なんかしてんじゃねえ。もっと飲め飲め。お前と話したいと思っていたのだ。よければ少し時間をくれないか。うん、よいぞ。やってやるぜ。よし、なる料理を皆で味わう。ほほ。今日からわらわとそなたは一心同体。何があっても助け合うのじゃ。うん、必ずや志を果たし、この地へと凱旋しようぞ。風に当たりたくなってきたな。後で馬を出して遠乗りに行こう。Yeah!
これを受け取ってくれないか。俺よりお前に必要な気がしてな。礼を言う。拙者は未熟だが、大使は誰にも譲れない。みんな、一緒に天下を目指してくれ。方針はこうじゃな。俺の話を聞いてくれ。うん、構わぬぞ。称賛の声はこそばゆい。だが、悪くないな。失うのは惜しい。わらわについてまいれ。はい、そうします。ふつかものですが、どうかよろしくお願いします。よく来てくれたの。これからは共に歩もうぞ。詳しい結果よ。
の方針はこうじゃな。よし、努力が実を結んだぞ。慢心せずこの調子で励んでいこう。世の混迷、もはや看過できません。この諸葛孔明の地で天下を正しましょう。よし、努力が実を結んだぞ。失うのは惜しい。わらわについてまいれ。わかりましたって。これからお世話になります。必ずやお力になってみせますぜ。よく来てくれたの。これからは共に歩もうぞ。上場の結果だろう。姉上の戦ぶりからは学ぶことが多い。今回も指導してくれ。敵も哀れじゃの。わらわたちを相手にすることになるとは。
いいだろう。従うのも悪くない。はい、わかりました。はい、わかった。知らぬやからめ、愚かしくも攻めてきたか。格の違いを教えてやろう。我が知略にかけてこの地を落としてみせる。飛型の手はずを整えるのじゃ。やっ、この策に命運がかかっておるぞ。おう、天よ、今こそ我が声に応え、奇跡を示したまえ。攻撃こそ最大の防御よ。スクス、一度引くしかないな。体勢を整えねば。あとは頼んだぞ。ここで。お任せください。お任せください。使うのじゃ。よし、ここで防御体制を取るのだ。お任せください。に従うのと。はい、わかりました。あとは俺に任せとけって。
私は飛型の準備にかかる。奴らの狼狽する様を見せてやる。策を実行する。行くぞ。敵将討ち取ったのじゃ。お前が駆けつけてくれたなら百人力だ。詰め込みます。遅れずについてきてください。城壁の敵を片付け。すごい。止めてやったわ。この好機逃す手はないぞ。無防備にも程がある。もう手遅れだな。何者かを知って挑むのであろうな。ならば容赦はせぬ。素晴らしいご活躍。
随分と舐められたものだ。すごいです。私もいつかあなたみたいになれたら。そうなっては一度引くしかない。トリわらわの策披露するのじゃ。トリよし、そなたの働き群中随一を。敵将討ち取ったのじゃ。わらわたちの勝利なのじゃ。ここで命を落とすか、わらわに仕えるか選ぶのじゃ。お前のとこに下れっていうのか。調子のいいやつだぜ。承知した。よかろう。お主の戦見せてもらった。まさに豪傑よ。この関雲長感服した。わらわこそがこの軍を支えておる。それを証明できたようじゃな。これを受け取ってもらいたい。日頃の感謝の証よ。の方針はこうじゃな。お待ちください。この方針がおすすめですぞ。わらわは決断したぞ。